元気ですか。ご苦労様、トランクス。連れてきてくれたわね。また歴史改変が起きたんですか。そうなんじゃよ。まだ原因は分かっとらんがの。それはこちらでも調べておくわ。あなたたちには修正をお願いするわね。今回改変が起きたのはビルス様とシャンパ様、二つの宇宙の破壊神が格闘試合を開催した歴史なのよ。お互いの宇宙から最強の五人を選び出し、スーパードラゴンボールをめぐって勝ち抜き戦が開かれたの。スケールの大きな試合ですね。どちらが勝ったんですか？そりゃもちろん、わしらの宇宙のチームじゃよ。悟空もベジータもよう頑張ったからの。しかしその歴史が、というか悟空がの、とりあえず見た方が早いな。ほれ。おい、あいつはなぜ来ないんだ。悟空さんだけでなく、ブーさんも来ないですね。まさか、やっぱり面倒になったなんてことはないだろうね。まさか、ブーは知らんが、カカロットに限ってそれはありえん。そうだな、誰よりも一番楽しみにしていたはずだ。これ以上待っていると開始時間に遅れますよ。先に行きましょう。悟空なしでか。大丈夫ですよ。我々には第七宇宙一強いモナカさんがいるではありませんか。お前。さ、皆さん行きますよ。え、悟空さんいないんですか。あいつめ、どこへ行きおったんじゃ。まったく、これも何かの歴史改変の影響だと思うわ。ただのうっかりな気もするがの。ただのうっかりで歴史まで変わらないわよ。とにかく悟空くん抜きでの試合は厳しいわ。君は悟空くんを探してちょうだい。ブーさんはいいんですか。ああ、構わん構わん。あやつは正しい歴史でも戦わんかったしの。そうなんですか。お前さんは第六宇宙との試合に行くんじゃ。第七宇宙が第六宇宙に負けてしまったら、歴史の流れが大きく変わってしまう。あなたが悟空くんの代わりに試合に出て、第七宇宙チームを勝たせるのよ。
まず最初の対戦はボタモ選手、そしてピッコロ選手です。どういうつもりだ。試合の邪魔をするな。破壊されたいのか。ちょっと待ってください。その人は私が選んだダイナナ宇宙の助っ人です。ふん、時の海洋神からの推薦か。ゲットだと？そんなの聞いてないぞ。別にいいだろ。もともと5対3でこっちの人数が少なかったんだ。それとも一人増えたらもう勝つ自信がないか？何言う？そんなことねえぞ。じゃあ決まりだな。テストはどうするのです？いくらなんでもテストなしというのは参加資格を満たしていません。そうだ。そうですね。ではまずテストを受けていただきましょうか。テストを受けさせてやるだけありがたいと思うよ。試合開始は待たねえからな。両選手互いの手の内を探るような静かな滑り出し。そういえばテストなんてもんもあったの。うっかりしとったわい。もうおじいちゃんその場にいたんでしょ。ちゃんと言っておいてよ。そんな細かいことまでいちいち覚えとらんわ。もう年を取ると嫌よね。まったく何よ、たった千歳しか変わらんくせに。あのもう少し静かにした方が。それとも一度通信切りましょうか。ごめん、頑張ってね、きっと大丈夫よ。50点やろ、普通にやれば取れる点じゃない。だといいんだけど。ぐにゃぐにゃぐにゃ、おい、しっかりやるんじゃぞ。これはどうしたことか。ピッコロ選手の攻撃が全く効いていません。ボタモ選手、ピッコロ選手の攻撃を全て吸収しているようです。おい、お前さん大丈夫か。計算ミスなど専用にな。ああ、名前はちゃんと書いたじゃろうな。おじいちゃん、うるさいわよ。ボタモ選手場外。第7宇宙ピッコロ選手の勝ち。合格ですね。さあピッコロ選手と次に戦う第6宇宙の選手は。合格したようだな。何？にしても気の早いやつだな。ピッコロの後に出してやるから一回戻れ。悟空！
おやおや、悟空さん。ミレス様、悟空くん見つけましたよ。何をやってたんだ、お前は。わりわり、おら日にち間違えてたみてえだ。海王くんのところにいたみたいです。まあいい、お前たちはこっちに来い。ですからちゃんとテストは受けていただきますよ。いい加減ルールを覚えていただきませんと。悟空、お前は先にテストだ。ちょっと待てよ、後から追加ばっかり、おかしいだろ。いいだろ、これでちゃんと5対5だ、フェアじゃないか。それともそんなに自信がないか。くにー、そんなことねえぞ。なあ、手っ取り早くここから先の試合はタッグマッチにしねえか。今度は何を企んでるんだ。まあいい、じゃあお前にはピッコロとタッグを組んでもらうぞ。よし、キャメ出ろ、フロストとタッグだ。はい。キャベを俺がやる、そっちは任せて。あなたが私の相手ですか。あなたはサイヤ人ですね。あなたたちの強さにはいつも驚かされるばかりです。敵と味方に分かれてしまっては残念。それはあくまでも発表時、最後には手を握り寄って良い出会いだったと言い合えると私は信じています。外見はフリーザに似ているが、タイはマルチ正反対だな。の本性ですよ。宇宙海賊を裏で率いていたのもフロストさん。自分で戦争を起こした後に解決し再開発と日本の利権で応用、それが私の発明したビジネススキームってやつなんですよ。なんやってることはフリーザと似たようなものか。おい貴様、ロストを反則負けなんてで帰らせんなよ。そんな胸くそ悪い野郎は貴様の手でぶち壊してやる。いいのですか。ならばこの毒針、遠慮なく躊躇なくえげつなく使わせていただきますので。
足から。おい、テスト終わったぞ。あら、悟空さん、お疲れ様です。大丈夫でした？なんとかギリギリだったみてえだけどな。これで不合格だったら破壊していたところだ。ほら、いつ出たんだ？いつでも出れるぞ。いいから。僕はね、眠いんだよ。眠くて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 たまらないんだよ。まあ、最後の一人はあいつだ。焦ることはない。第六宇宙最後の選手はヒット選手です。ピッコロ、危険しろ。キャベは俺が相手をする。いいだろう、俺はここまででいい。では俺の相手はお前か。あいつ全然実力見せてねえな。第六宇宙で最高の腕を誇るプロスの大将です。本気になってどこまで強くなるんかな。宇宙的に言ったよ。無駄だ。そろそろ本気を出してもらおうか。早くスーパーサイヤ人になれ。僕にはそれに変身できません。お願いします、変身する方法を教えてください。故郷の惑星サダラにいる家族のためにも、僕はもっと強くなりたいんです。カリオさん、敵に頭を下げやがって。貴様、それでもサイヤ人か。殺したら負けってことを忘れてるんじゃないだろうな。貴様、降参なんてしやがったらぶっ殺すぞ。まあいい、これで終わりにしてやる。試合が終わったら惑星サダラをぶっ壊してやるからな。お前の一族も家族も皆殺しにしてやる。惑星サダラは関係ないだろう。サダラに家族に何かしたら僕が許さない。それでいい。スーパーサイヤ人になる最初のきっかけは怒りだ。その力をそいつで試してみろ。俺はそろそろ本来の目当てのやつをやらせてもらうぞ。
怒らせるためにわざとひどいことを言っていたんですが、ベジータさんの指導に応えるために全力で戦わせていただきます。あなたもサイヤ人ですよね。だったら遠慮はいりませんね。スーパーサイヤ人の言葉が何とかしたら、そこまで強くなって想像もしないで、あれ？そういえばあっちの騎士によってもう一人いなかったっけ？ああ、マゲッタさんなら危険しましたよ。はあ？あっちでさっきシャンパ様がポンコツ呼ばわりしちゃったらしく、戦意喪失して帰っちゃったんですって。マゲッタさんたちメタルマンはメンタルが弱くて、少し悪口を言われただけで戦えなくなってしまうんです。まあ、一人減ったわけだし別にいいけどさ。イライラしてきちゃったな。